안녕하세요하린입니다하이みなさん、なんと私、チャンネル登録者数4万人突破しました。ありがとうございます。いや、本当に、まあ、YouTube 始めてまだ1年も経ってないんかな、もう1年ぐらいかな。で、登録者数4万人突破して本当にありがたいです。あのね、そんな YouTuber らしいこともしてないし、本当に日常とかメイク動画とかみんなのリクエスト来た動画を基本的に撮って、で、韓国で生活しながら撮れるようなもの動画を載せてたんですけど、いや、まさか4万人なんてね、本当にありがたいです。数日前に質問コーナーをしますっていう投稿をしたと思うんですけど、インスタストーリーの方でたくさん質問していただいたので、そちらを今日は回答していきたいと思います。あ、で、結構たくさん質問いただいて、まあ、いろいろな質問があったんですけど、まず最初に私に関することの質問に答えて、その後に韓国系、あの、韓国とか留学とか勉強法についてのね、質問にこう分けて答えたいと思います。まずは私に関する質問から答えたいと思います。では早速始めたいと思います。黒髪に戻す予定はありますか？普通に黒に戻したいんですよね。もうね、冬休み終わったら大学4年生になるので、もう就活の時期ですし、黒にそろそろ戻そうかなと思ってます。メイクでこだわっていることは何ですか？一つ一つの、例えばアイメイクにしろ、肌のメイクにしろ、リップにしろ、眉毛にしろ、一つ一つを丁寧に描くように心がけてます。これから何に挑戦してみたいですか？登録者数4万人突破したってのもあるんですけど、オフ会やったり、なんか交流、皆さんと交流できるような何かをできたらなと思うんですけど、いつになるかはわからないです。なんかそういったこともね、できたらなって思ってます。将来どのような職業に就きたいなとか決まってますか？いつも応援してます。もう大学4年になるので、その就活とかしてみながらね、どうするかは決めていきたいなって思ってます。アルバイトはしてますか？アルバイトは今はしてないです。朝早く起きる方法何かありますか？早く起きるために早く寝てます。いつも自撮りの時に使っているフィルターを教えてください。自撮りで使ってるアプリ、フィルターはユーライクっていうアプリを使ってて、フィルターはかけずに顔の形とか変えれるじゃないですか、ユーライクって。そこで美白を高くして自分に合う形に調節して使ってます。ハリンちゃん、関西人ですか？関西人です。大阪出身です。ハリンちゃんは初対面の方と話すときにどんなことに気をつけてますか？初対面の人と話すときに気をつけることは、お互い無言にならないように気をつけます。相手が人見知りの方やったらめっちゃ私が喋るし、なるべく無言にはならないように楽しめるような話し方をしようって心がけてはいます。はい、では勉強系、韓国留学とかね、韓国語系の質問に答えていきたいと思います。ハリンちゃんの両親は留学に関して何か言ってこられましたか？私はされてないです。されなかったですね。多分ですけど、私がもう全部用意したんですよ。ここに行きたいって、なんかまあ学費とか全部調べて、入学の準備、いる仕様とかもね、全部私が用意して、そういう留学のね、会社とかに頼まずに一人でしたってのがあるんかな。反対はされなかったです。正規留学したら留学生と仲良くするんですか？現地の人とも仲良くなるんですか？編入の場合と、まあ1年の時から通ってるとかでもまた変わってくると思うんですよね。途中から、夏休み終わってから2学期からの入学の場合とかは、もうある程度1学期にグループっていうのが決まっちゃってたりとか、仲良くなりづらいっていう面はあると思うんですけど、普通に1年生の1学期から入学してると、学部の子たちとも仲良くなれるし、留学生とも仲良くしようと思ったら仲良くなれるので、自分がどう、誰と仲良くするかで変わってくると思います。大学の時間割り知りたいです。1年生の時がこれ、1年生の1学期、1年生の2学期、2年生の1学期、2年生の2学期、3年生の1学期、こんな感じです。ハリンちゃんはどうやって集中力を高めているのですか？自分をなんか追い込む、これしないとやばいとか、これせんかったらほんまにテスト終わるとか、追い込んでなんか目標を決めることで、ちょっと頑張ろうっていうモチベーションが上がって集中できるんじゃないかなって思います。一日何時間ほど勉強していますか？普段はレポートとか発表の準備したりとか、そこまで勉強という勉強はしてなくて、テスト期間にはまあ結構するんですけど、一日 5、6 時間かなぐらいはして、普段はなんかはしてるんですけど、宿題してる感じです。勉強を一生懸命しててすごいなといつ見ても思っています。でも眠くならないんですか？勉強
強中眠くならないですかっていう質問なんですけど、夜になったら眠いからもうそれは勉強やめて寝ます。途中でなんかどうしても眠たい時は一旦やめます。眠くない時になるべく勉強して、眠たい時にはダラダラしてます。韓国の大学は卒業するのも難しいし、課題が大量で休む暇もないって本当ですか？これほんまに学部にもよるし、ソウルのレベル高いとことかやったらもっと課題とか発表とかも多いのかなって思います。でも遊べないほどじゃないと思います。バイトしてる子だっているし、聞いた感じ日本の大学よりは結構課題とか発表とかは多めな印象です。まあでも私もね、たまには遊びに行ってるので全く遊びに行けないっていうわけではないです。留学して思ったメリットとデメリットについて、まあ、いろいろありすぎてちょっと簡単に話せないので、よかったらこちらの動画を見ていただけたらなって思います。韓国語で日常会話ができるまでどのくらいかかりましたか？多分3年か4年ぐらいはかかってると思います。中学1年生の頃、韓国語はどれぐらいできてどれくらい勉強してましたか？中学1年生の時の韓国語の実力、ハングルは読めてたんですけど、そんな話せるとかそんなレベルじゃなかったです。話す機会がないから発音がいいか悪いか分かんないですけど、多分良くないと思うし、ドラマとか見てたけど別に韓国人の人と話す機会もなかったし、多分できてなかった全然できてなかったと思います。はい、こんな感じで質問に答えてみました。なるべくねたくさん答えたつもりなんですけど、回答ねできなかった方のもあるので、それは本当に申し訳ないです。質問してくださった方本当にありがとうございます。チャンネル登録してくださってる方、動画を見てくださってる方で、コメントしてくださってる方、いつもありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。